事故の起こる前、ぶつからないようにする車にしたい。安心してお客さんに乗っていただきたいと思っています。一番大きなのはやはり止まるということですね。従来止めるということまでやっていなかったんですけども、今回はおよそ30キロぐらいの車速からですけども、前に物があった時には完全に車を止めるということをやってます。一番大きいのはですね、やはり止まるということが最終的に止まるということで、お客さんがこのシステムを過信しない範囲の中でちゃんと止める、ギリギリのところで止めるということが一番難しいですね。オートマチックの誤発進機能はですね、この前のアイサイトという発表した時から入れておりまして、その当時からまあまあ例えばスーパーから飛び越えたりとかという話がありまして、お客さんドライバーの意図しない踏み方、自分はブレーキ踏んでるつもりでもアクセル踏んでるということがありますので、その時にカメラの技術を使って前に物があった時はアクセル踏んでもあんまり車が動かないようにしようというのを入れました。私たちはですね、車内では知能化と呼んでるんですけど、カメラで周りの環境、例えば人が動いてる、自転車が走ってる、歩行者が出てくるかもしれないというのを見て、見た結果、今は物があるというところまでは分かる、そこだけ分かってます。で、その先、危ないよ、どこに気をつけてくださいというところまでをお客さんに知らせるようなことをですね、知能化と呼んでるんですけど、そういう制御開発をしていきたいなというふうに思ってます。私たちはそういう計画をしています。ただご承知かもしれませんけど、道路の状況とか交通環境っていうのは国によって違いますので、まず日本でこう出して、で今一生懸命他の国でどうかなっていうのをやってますので、うまくできたら順次展開していきたいなと思ってます。